尾上部屋は、日本相撲協会所属で、出羽の海一門の相撲部屋。2006年8月1日に美穂ヶ関部屋の、部屋付き親方である年より、17代尾のえが、幕内、バルトラ内、弟子6人を連れて美穂ヶ関部屋から、分家独立する形で尾上部屋を創設した。当初は17代尾のの出身校である、日本大学の相撲部出身者を多数入門させており、 独立の際には、美保が関部屋に在籍していた日本、大学出身力士は、柳川を除く全員が、小野江部屋へ移籍した。17代小野江は、自身の妻の出身地である、東京都大田区池上に部屋を構えた。大田区に設立された初の相撲部屋である。当初は、仮屋式だったが、その後、2010年6月12日に、正式な部屋開きを行った。現在まで、 大関、バルトなど7人の関取を排出している。所属力士の数は10人に満たず、その半分が関取だった時期もあり、付け人や、ちゃんこ番の不足に悩まされていた。2011年に発覚した大相撲やお帳問題に、関しては、所属力士である坂井、佐和、山本山、白の波の3人が、引退勧告処分を受け、17代尾野へは、 監督責任として委員から年寄りへの降格処分を受けた。さらにその直後の4月18日には酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで摘発され、年寄り20年末置きの処分を受けたが、末置き処分は2014年に解除された。2017年9月場所で、里山が幕下に陥落し、部屋創設以来初めて関取不在となった。 2021年3月11日、日本相撲協会は3月場所前の力士、親方750人の大気 PCR 検査で、部屋付きの23代おとわ山が2019年、新型コロナウイルスに感染していることを公表した。おとわさんは無症状であるという、同月13日、小野エ部屋の力士15人が全員休場となることが発表された。 大関前頭年より、小野江の名跡は以前は高砂系で、10代小野江が1955年に亡くなるまで小野江部屋を経営していた。1957年9月場所に入幕した高砂部屋の及川が入門時には小野江部屋に所属していた。ありがとうございます。